マチこんにちは。えらいご機嫌。こんにちは。マチじゃないけど、こんにちは。はい、こんにちは。何今日なんかおごつ。見て。すごいな。これなんでしょう。おにぎりせんべい。はい、また分かった。うん。はい、おにぎりせんべい。すごいな。うん。え。今日な、うん、お前のライブあったやろ。はいはいはい。ファンの方にもらえまして。すごいやん。お前のライブやのに、なぜかワイがもらえまして。あ、そうか。イエーイイエーイイエーイ。ありがとな。よかったな。うん、だからちゃんともらった人ちゃんとお礼言うときやな。ありがとうございました。ありがとうございました。なもう幸せやばい。めっちゃ幸せや。これバチかぶりのね、好物やな。よかったね。おにぎりせんべいや。いや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 、おいしいな。食べや な、 な、食べる食べる。もうやむ最高。ありがとうございました。はい、前もうタレントやっとってよかったわ。あ、よかったな。うん、何やそんだけやりたい方見ましたか。まあよかったやんかな。幸せや、うん、引き換えお前は何かもらえましたかね。いや、僕はそんなんないな。僕は拍手というもんもらえますから。いらないです。さようか。あ、ワイももらってて、ワイももらってて、ワイももらってて。今日ワイな、ライブで初めて歌歌いまして。じゃあな、松川君今日初めてあの歌歌ったな。せ、気持ちよかった。いや、それがな、何が起こっとるか分からへんかった。お、結構な、お前こんだけ歌い込んどるやんか、うん、可愛いやんか、うん、それやからな、いくらでも歌えるわ。もう撮ってんけどな、うん、ライブになるとちょっとちゃうな。そやな、あのね、実際のライブで歌うのと、それから自分で部屋で歌ってる、あと友達同士でね、ちょっとどっかで練習してやってるっていうのは全然違いますね。ちゃうね。そうなんです。びっくりした、うん、この違いを今日はあのバチかぶりを通じてね、うん、体験してしもうた。そう、話しては見てもうた。そう、このバチかぶりでもですね、バチかぶりでもってもバチかぶり、ちょっと今日人前でね歌うチャンスがあって、ちょっとね、あのダミ声やけども歌ったんですよね。ダミ声って言うな。可愛い声。でもね、それでもやっぱりあのね、あの人前で歌うのと、またここでちょっとね、こんな風に歌、あのここで部屋の中で 歌ってるのとは全然違う。全然違うかった。雰囲気やったやろ。あ、なんかなんかね、うん、声が上滑りになってる感じがしてね。そうやな。人が見てると思ったら、そんな風に人間のね心理って変わるからね。うん、逆にね、ライブでばっかり歌ってる人は、うん、ね、今度部屋の中で一人で歌ってもなんか寂しくてね。あ、うん、そのもんなんか。うん、じゃあな。へえ。だ、うん、からもうね、ちょっとでもね歌歌えるようになったりし、うん、あるいは楽器が弾けるようになったりしたら、うん、表出て行ってね、うん、ライブでやるというのがすごい大事やね。ね、うん。ぜひぜひ。さあ、ジャズはな、うん、あのセッションあるからね。そうそうそう、セッションがあるからね。うん、セッションに行って、自分のね実力試しをしてみると。いや、実力試し、運試し。うん、そうそうそう。ほんまそうやな、実力試し、運試しですね、うん、あの。その日のコンディションがあるからね。な、お前でも大失敗することあるもんな。そうですね。あの先生なんかでもね、あの先生なんかでもセッション行ってね。大失敗することありますよ。まあ、あんなクソいじめられた時なんかめっちゃ腹立ったような、うん、まあそういうのもあるかもしれないけど、いや、まあそんないじめられるとかそんなのと違ってね、やっぱりそのお互いにね、あのこれバトルですからね。もう本当バトルやったな、あれな、うん、もう叩き伸ばしてやりたかったな。いや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 、まあ、あのバトルである。あんなこと言ってなかんのかな。大人やもんな。わいわい言うて、だって人形やもん。何でも言うてえの。まあ人形は何でも言うてえ。まあだからジャズっていうのはバトルである時もあるしね、それから仲良くこう、うんね、あの、うん、みんな仲良くやる時もあるしね、うん、あの一緒に合わせて ね、うん、相手に合わせて、うん、なんかいいセッションはないつまでも覚えとるな、うん、あそこ良かったなって。そうですね、また行きたいなって、うんうん、そうですね。だからいろんなパターンがありますから、うん、そこへ、実際自分が歌えるレパートリーを持って行って、うん、実際に演奏するとね、うん、面白いからね、うん、いい経験積めるんでね。ぜひ、実際ライブに出演してみてください。してみてください、ね、セッションでもいいからね、はい、そうですね。やってみたら全然違う、あのカラオケがうまくてもまた全然ちゃうしな。うん、そうやね、うん、そうです。カラオケで歌ってるのまたちゃうからね、人までちゃうからな、うん、そうですね、うん、はい、カラオケでね自分ちょっと得意やなって思う人はジャズを一曲覚えて一回セッション行ってみてみ、全然ちゃうからな、うん、そうですね、うん、面白いよなそれもな、うんうん、やってみてください。やってみてください、はい、イエイエイ、はい、じゃあ今日はちょっとあのね、ハーモニーについて勉強しておこうか。はい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 、うん、ハモル、ハーモニー、うん、ハモルね、君よく最近歌ってるやろ。あ、ね、でも前歌手やもん。そうやな、歌手、歌手か、お前よ。歌手、まあ、例えばね、歌った、うん、その
旋律にね、うん、ハーモニーをつけて綺麗にしようとかね、うん、考えるときありますよね、うん、じゃあどうしてつけたらいいかと、どういうふうにしてつければいいのかっていうの、ね、うん、一番簡単なハーモニーのつけ方を今日勉強しておきましょうか。はいはいはい、ね、例えばじゃあドレミっていうフレーズがありますね、はい、でラララって歌ってごらん、ラララ、そうそうそう、でこれで一番簡単にハモれるのが3度下のラシドっていうのをつければ面白い、ね、ラシド、でもしかぶりはラララって歌って、はい、ラララ行くよ、3、はい、ラララ、おお、もう一回行こうか、3、はい、ラララ、あ、いいね、なんラララララでお母さん、はい、ラララララ、綺麗今の大丈夫できてたの、うん、まあまあね、できてたかな、というわけで、一番簡単なハーモニーをしましょう、うん、3つ下、3度下やね、3度下、3度下の音、3度下ですよ、 そうね、それを、うん、鍵盤の上で探してね、うん、例えばメロディーがドレミやったらね、うん、ラシドっていう風に弾いて重ねて弾いたら、ほら出来上がりということですね、うん、それからもう一つは6度下、6度下、そうですね、6度、ドそう、ドの時に下を1,2,3,4,5,6 6つ下のね、音を弾く、ミー弾くんか、そうそう、そしたらミーファーソーになりますね、うん、バスカラブルはダララやな、はい、僕らはモノルルル、せーの、ラララ、あ、綺麗な、うわー、ビューティー、イエイイエイ、はい、ルルル、そう、ルルル、はい、そうそう、さん、はい、ルルル、あ、そう、違うな、ラララさん、はい、ラララ、そう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 、さん、はい、ラララ、そうね、綺麗ね、あ、前上達してへんか、シーハウジめっちゃ上手くなってへんか、いや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 、あのね、違うね、あのね、あのハーモニーで歌うとね、うん、あの自分がうまくなったら聞こえるよね、うん、だからハーモニーでみんなと一緒に友達と歌うとすごく自分の声が前に出てくるからね、楽しいです。まあ時々女子高生とかやっとるよな。女子高、あ、やってるやってるね。うん、それね、みんなで合わせてやってますね。うん、そうです。だからあんな風にして、ハーモニーをつけて歌うと楽しいですよと、うん、で。同じことでもドレミ、隣の人もドレミって一緒に歌うの、これユニゾンと言いますね。ユニゾン。ユニゾン。ね。ユニゾン。ベーベーベー。そう、一緒に、せーの、ベーベーベー。これ一緒やな。うん、ユニゾンやな。というわけでユニゾンで歌ったりハーモニーをつけて、うん、ベーベーベーとかね、うん、入れると音が綺麗になるよということで、ね、なるほどね、今日は簡単なハーモニーのね、ハーモニーって何度下いうので考えたらええんか、うん、それともあの和音で考えんでもええんか、うん、3度下って考えてください、3度下って考えたら大体音か、そ う, そ, う そ, うそうですね、大体音はね、うん、というわけで今日は3度下をつければ君もハーモニーができますよということですね、3度下につければ君もハーモニーができますよ、うん、そう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 、ね、ということで、うん、なんか知ってるメロディーや曲があったらそれね、簡単に3度下の音をつけてね、ハーモニーをつけてみてください、うん、紅白への架け橋につけろお前、それは難しいな、ちょっとあれなんでどうしてちゃんとあれはあのメロディーがね、ちゃんとあるから、あのちゃんと、うんうんうん、ただそのバスカルビのその曲はまだね、あの譜面になってないからね、だから譜面にしてちゃんときちっとハーモニー作らなあかんってことね、難しい、嫌なんやろ、嫌なってことないけどさ、そうやか、うん、ね、今度やってな、うん、まあいつかやりましょうはい、じゃあ今日はハーモニーとハーモニーの勉強と、うん、それからもう一つは実際にライブに出てやってみよう、ね、やってみよう、そうすれば実力が、うん、実力アップになりますよってことですね、全然違うよ、うん、人前でやるのと、ね、部屋の中でやってるのは全然違うよっていうことだよね、ね、そうですね、セッションに行ってみよう、そうです、じゃあ今日のあれはセッションに行ってみよう、行ってみよう、初心者セッションっていうところに行ったらまあ、うん、そんないじめられることもあれへんし、ね、初心者には結構みんな優しいもんな、うん、そうですね、うん、中くらいの人になるとちょっと、うんうん、いろんなことあったりするけどな、うんうんね、お前もよういろんなことあったりしたけどね、ええね、そういう話はもうな、あんまり驚かしちゃいけないだから、まあ、なんかマジカルの言いたいことをまとめると、うん、厳しい先輩もいますよって、優しい人もいますけどっていうことやな、せやセッション行ったらそういうことや、まあ、わいが言ったらなんで人形がおるんよっていう人もおるやろうし、そうやな、人形ちゃんおいでおいでいう人もおるやろうし、うんうん、そうそう、まあわいもしょっそい人形やからしゃあないねんな、うん、いう話やな、うん、だからそういうね、たくさん場を踏めば上手くなりますよってことやね、うん、はいな、はい、場を踏んで怖がらずに上手くなろう、はい、イエ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 イ、はい、というわけで今日はね、うん、いろんな話しました。じゃあバチカブリまとめてください。まとめられる？
今日ハーモニーの話とそれからセッションの話やな、うんうん、だから少しでも自分で興奮して忘れとって今日のライブめっちゃ楽しかったからな、うんうんうん、前なんか今日忘れっぽなっとるわ。なるほど、うんまあ、つまりだからライブで実際にねミュージシャンが演奏するのと、うんまた部屋の中でやってるのと違うよってことだね。だからライブ行って自分が参加して演奏したら楽しいよということですね、うんうん、あと画面を通して見るお前の顔色めっちゃ悪いね、うん、今日はなちょっとこいつ発熱してはるからなまあねまあまあそういうのもある違う病気ちゃうやろなまあ今の季節はなアホが引く風と申しましてうん、そうですね、はい、じゃ気をつけます気をつけてね、はい、じゃまずかりまとめてください。はい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 、はい、じゃあいくよ。はい、それでは皆さん今日はこれでおやすみなさいなのです。それではまたね、バイバイ。あ、ここにね登録ね登録してくれたら喜ぶからね。それではまたね。